ただいまぴょん。ただいまぴょん。ただいまぴょん。私ですね、ちょっと先日事故ってしまいまして、まあ事故って言っても単独の事故で、幸いね、周りの者にも人にもね、害を加えることはなかったんですけれども、いやびっくりしましたね。山道の方をね、ちょっと軽トラで走ってたんですけれども、普段の感覚だとね、まあ大丈夫、滑らないような路面状況に見えたんですけれども、まあ、予想に反してですね、もうツルッツルになってまして、若干凍ってるかなとは思ったんですけど、その前のね道路とかはそれでもね、すごい滑るっていう感じがなかったので、まあ、これ大丈夫だろうと思って60キロぐらいで走行してですね、でなだらかな左側のカーブ、下り坂のややね、やや下り坂のなだらかな左カーブのね道路があったんですけど、そこで見事に滑りましてね、一回こう曲がり始めたらケツ振っちゃってですね、こういう車体がねこういう風に振っちゃって、確かね自動車学校でケツ振った方にハンドルを切れっていう風に言われたと思うんで確か、なんでこう切ったんですよ、少しねこんなぐるぐるやってんですよ、こうちょっとこう切ったら今度こう左側にケツ振っちゃって、そうすると右側対向車線なんでそっちに出ちゃうんで、あやばいやばいと思って今度左にこうハンドル切って、そしたら今度こう右に曲がって、あ左にケツが右に曲がって、そのまんま左のね路肩にあった除雪した雪のこんもりしたところに乗り上げて、でそれがまた朝だったんで、これが凍ってて、そこにそのまんまドスッと突っ込めばよかったんですけど、乗り上げて軽トラが横倒しになってしまうというね、まあ、そんな事故を起こしてしまいまして、はい。でまたね、今までそんなにね滑ったこともなかったので、大丈夫だろうと思って軽トラの荷台にはね特に重しも乗せたりしてなかったんですけれども、多分ねあれ後ろに100キロぐらい、小屋市5体ぐらいですか、1体20キロなんで小屋市5体ぐらい積んでればね、そんなことにはならなかったと思うんですけど、まあね、私のね油断が招いた結果で、はい、まあ、単独ですけども事故ってしまいまして、はい、びっくりしましたという話ですね。幸いJAF、警察もねすぐ連絡ついて、 JAF の方にもね連絡したら、まあ、30分ぐらいで来てもらいまして、で私もね全く、何事もなく、はい、まあ、事なきを得まして、まあ怪我とかねそういうものもなくですね、はい、車の方がねちょっと、まあ、エンジンかかって普通に走るんですけど、まあ、ベコベコバンパーと右のドアがねちょっとへっこんでしまいまして、幸いねサイドミラー、右のサイドミラーは無事だったんですよね。こういったんでサイドミラーボロボロになってたり、あとドアっていうか窓ガラスがね行っててもおかしくなかったんですけど、結構上手にいや転び方どうこうしたわけじゃないんですけどね、はい、まあ、たまたまね不幸中の幸いですけれども、上手に転んだみたいで、はい、車もね、まあ、それほど重大な故障をすることもなくですね、はい、JAF に起こしてもらって、あとは普通にそのまま自走して帰ってきたんですけれども、はい、でまあ幸いね保険も使えて、まあまだ結果出てませんけど、修理代はまあ保険で賄えそうかなという感じでございます。はい、まあね、そんなことがありましたね。ね、またねその日は山手の方は若干ね雪が降って、でそれがね
凍結してたみたいなんですけれども、あの下の方はね全然道路状況良かったんですよね、はい、なんでまあ、 あのその感覚でね行ってしまって、まあ若干凍ってはいるけどっていうところでですね、そこでね私が気をつければね、まあこんな事故は起こさずに済んだんですけれども、やっぱりね大丈夫だろうというそういうねだろう運転じゃないですけど、そういう思いがね、今回の事故をね招いてしまったということで、まあ、一歩間違えばね、対向車もそこそこ来るところだったので、はい、まあ、タイミング悪くね対向車来てたりすればもう相手を巻き込むね大事故になってた可能性もありますので、本当にね今後ともというか、まあ、これからずっとね車は多分手放せないと思いますので、今後ね、気をつけて運転していきたいと思います、はい、ライス君をねこの部屋に一人残して私だけ行くっていうのはね考えられないので、はい、まあ家族がいるのでねお世話はしてくれるとは思うんですけれども、はい、でもねそうかでもねそれはなんかねライス君が寂しがるんじゃないかなってね、寂しがってくれるんじゃないかなってそう思ってますので、そんなね寂しい思いをライス君にさせないように、はい、今後とも気をつけたいと思います。聞いてるか聞いてるか、おい分かってんのね、俺結構危なかったからね、ね死んでなくとも五体満足じゃなかった可能性もあるからね、ね聞いてる、あえて見てないだろお前絶対あえてこっち見なかっただろ今、なぜそこで丸くなる必要があるのよ、分かってんだろな、分かってんだろ、本当分かってんだろお前な、ということでそんなことがありましたという話でございました。私も気をつけますので皆さんも気をつけてください。危ないと思ったらスピード落としましょうね、うん、まあ飛ばしてたわけではないんですけどね、はい、以上です。